岩手ワンコ広報室。ウニッチ、今週のテーマは三陸ジオパークの魅力発信、東北ジオパークフォーラム。美しい自然や豊かな歴史文化に親しみ、学ぶ旅を楽しめるのがジオパーク。東北には6つの日本ジオパークがあり、各地でジオガイドの育成などの活動が展開されています。そうした中、東北地方の関係者が一堂に会し、第4回東北ジオパークフォーラムが久慈市で開催されました。ジオパークの活動は、美しい自然や豊かな歴史文化を教育や観光などに生かしながら地域振興を図る取り組みです。このフォーラムを通じて、東北のそれぞれの地域が課題を持ち寄り、共に考え、連携や交流を深めながら、次の活動に生かしていければと考えています。今回の基調講演は、世界と日本のジオパークがテーマ。今後のジオパーク活動についての提案がなされました。三陸ジオパークというと、なんか災害の面がもう前面に出てしまうんですけど、そうではなくて、そのやはり北側の隆起しているそういう海岸ですね、それから南の方の、まあ、違う形を示す海岸、もうそういうのがどういう背景でできてきて、そこにどういう違いがあるかと、もうそういう変化が楽しめるというところなんですね。でそういう面白さをきちんと伝えられるような形になっていくのは好ましいと思いますね。分科会ではそれぞれの課題や取り組みについて意見交換が行われました。今までこう歩んできた道のりとかですね、それからさまざまな取り組みに関して、我々三陸ジオパークがこれからですね、どのように取り組んでいくかというのの参考に必要になったと。復興と同時にさまざまな地域が復活してきますので、それらと合わせてですね、あの活動も活発にしていきたいと。で最後にはそれらをまとめて、一つのですね、三陸ジオパークの物語みたいなのが作れればなというふうに思っています。地域資源を再認識できるジオパーク、皆さんも身近な三陸ジオパークからその魅力に触れてみませんか。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。